過ぎゆくは若き日々、いくつかの愛も消えて、いつまでも変わらない心でいたい。時の流れはいつも悲しいもの。皆様こんばんは、カズラジでございます。オフコースさんの愛の歌というね、小田さんの曲なんだけども、ずいぶん昔の曲の、冒頭の部分を一節だけやりました。カズラジスタートいたします。せっかくねギター持ってきたんで、弾かないと音を出さないとと思って、やっておりますけれどもね、いい音するんだこのヤマハさんのね、もうね LL33J というプロのアーティストもたくさん使った名器でございます。いいですね。さて、今日は2月の6日の火曜日でございまして、ようやくね朝から日差しが出てよかったかなというそんな、お天気でございました。坂のりさんですが、さて、坂のある町の一節弾き語りしていただきありがとうございました。申し訳ございませんでした。大前さんがおっしゃるように長崎を舞台にした曲ですが、昨日のね坂のある町、長崎も坂が多い町ですね。私は神戸の他に、神戸や函館といった、坂のある町になんとなく惹かれます。あ、そう、しんどいよ結構ね。まあでも、神戸なんかも山と海がすごく近づいていてね、坂を下りながら向こうを見やれば海が見えるなんていう景色がありますね。なんかずっと僕は学校もね坂を登って校門に向かっていったというね、そんな、ね、経験が長かったんで、坂というのはなんか当たり前なんだよ。池田の駅を降りてもね、ずっとさつき山の方に上がっていく坂道を登りながら、通っていた時代もありましたからね、そんな感じでしたよ。だから坂というのはなんか坂道というものに対してなんかね、惹かれるっていうわけじゃないけど、坂はしんどいよ、下りは楽だけどね、でもなんか坂を登り切ったところからなんか見えるものもあるとかと思うとね、そこまで登っていけるじゃない、と思っておりますが、大前さんのお話を伺っていますと、人生の半分以上を神戸で過ごしてらっしゃるようですが、町の魅力に惹かれているからでしょうか。まあ、ずっとそこにいるから、ということで、別に好きだからずっといるんじゃなくて、ずっといるから好きになるっていうのはありますね。ありがとうございます。それからですね、こちらはどなたかな、お名前が一瞬でわからないバージョンで、藤本道則さん、いらっしゃいませ。お初かな、以前も送ってくださったことありますかね。ありがとうございます。村下幸三さん思い出しました。あ、村下さんは歌うまいしさね、熊本の出身だよね。いいな、優子とかね、踊り子とか初恋なんて名曲がございますけどもね、ありがとうございます。もう残念ながら村下さんも若くしてお亡くなりになりましたが、素晴らしいアーティストだったと思います。それからシャーリー・ダウンさんっていうのかな、いいな、1ヶ月ホテル暮らし宮崎やってみな、スタバにこもって原稿書いてみなと言いたいわ。羨ましい、憧れの生活ですよ。いつでも変わるよ、できるんならばね。そんな甘くはないです。着替えは洗濯でローテで回せばと思いました。まあね、でも同じもの着るの嫌なんだよ僕は、ということですね。それから坂井さんですが、荷物の多さにかけてね、なぜか8年前にとある国際試合を見に大学時代の先輩と、東京へ遠征したことを思い出しました。1泊2日のスケジュールで、その先輩が持ってきたのは体育館シューズやバスケットボールシューズなどを入れる靴入れのみで、その中に充電器やタオル、必要最低限のものを入れただけでした。
おそらく大前さんにとっては信じがたいような光景だと思いますが、信じがたいわ。人間頑張ればここまで荷物を少なく抑えられるもんだとなぜか、感心しました。まあ、頑張ったんじゃないよね、別にね。うん。それは頑張ったとは言いません。はい。僕は同じものを2日続けて着るのは許されません。耐えられませんから。無理です。ありがとうございます。緑 NJ さんですが、久しぶりのギターの弾き語りとオルゴールの2本立て嬉しかったです。ありがとうございます。私は神戸っ子ですが、母方が長崎や大阪なのでおでんにタコもだし巻きも入れたことはないです。そうか。でも関西のコンビニのおでん屋さんでもだし巻き入ってるよ。あるよ。もう買ったことないけどね。メニューにあったような気がします。タコはわかんないけど、タコは明石の木村屋さんの真似をしただけなんだけどもね。めっちゃ良い出汁が染みて美味しそうなので、ぜひ次回おでんをしてみようと思います。やってみて美味しかったよね。ありがとうございます。それから秀九九さん、そうです、次回の配信が3200回目の節目の配信、今日が3201回目ですね。ありがとうございます。焼きチューブ美味しそうでしたね、昨日ね。昨日でもね、焼くとやっぱ煙が出るからさ、火災報知器にかかんないように必死でしたけどもね、窓全開にして煙を出していたんだけども、やっぱ焼きチューブはあまり良くないなと思いました。そういえば私も先日コメントしたように、ホットモットフィールド神戸の回収費のふるさと納税品の、納税の返礼品でもらった神戸ビーフを焼肉で美味しくいただきました。よかったですね。ありがとうございます。去年はバファローズファンクラブの入会特典でもらった宮崎牛をやはりこの時期にいただきました。ああ、そんなのあったのね。ありがとうございます。去年今年とバファローズ絡みで美味しいお肉を頂戴できて幸せこの上ないです。よかったですね。原稿一本書き上げたとのこと、さすがお前さんです。もっと褒めて。書きましたよ、もう本当にね。今日球場で会ったスタッフに、もう書いたよって言ったら、もうみんなびっくりしていました。まあ、書けるんだよ。せっかくね、休みの日を使ってまで書くというその行動にみんなびっくりしていたんだけどもね。はい。別に4時間お茶を飲んでるわけじゃないんですよ、スタバで。原稿書いてるんですよ。ね。それ羨ましいと言われても、ね。こちらからは業務連絡をという秀九九さん、我が町江坂は今週月曜日も安定の無秩序でございました。そっか、まあそうだろうね。あの町に平和は来ないと思うよ、僕は。ありがとうございます。平和っていうかね、交通ルールという点での平和ね。もう本当にもう、いつもね、僕は江坂の町を行くたんびにね、もちろん江坂が一番悪いっていうわけではないんでしょうけども、僕のいつも普段行く僕の行動範囲の中では最も、交通秩序がない街であるということをずっと言い続けておりまして、この間一瞬だけ一緒に来た神戸雄介も納得してくれました。お前さん、こんな31日の人が少ない時でもこんなんですかって言って、わらーもうお前さん怒りますわねって言ってました。ありがとうございます。それからですね、一郎剛一さんですの、久しぶり、ありがとうございます。昨日の東京、雪ではなくて夜にも雷が鳴っていましたらしいね。なんかニュースで見ました。今朝は傘がいらないくらいの雨が降っていますが、雪も凍っておらず、電車も今のところ平常運転で普通に通勤できています。今日から宮崎キャンプ第2クールですね。お体に気をつけて実況よろしくお願いしますと、お願いしますということで頑張ってきました。ありがとうございます。はい、そうですね、今日ね、榎本君雄さんが来てくれて球場に、差し入れ頂戴しました。ありがとうございました。で、この前この宮崎にお住まいの方もステッカーくださいっていうね、こんな印刷してくれた紙を、放送席に向けてアピールしてくださったので渡しました。今ね、まだ僕はステッカーを渡したの4枚だけです。意外に誰も言わない。いかに数ラジオ誰も聞いていないかということ、結構なことでございますね。そんな感じよ。ありがとうございます。まだ第2クール、まだね、序盤だもんね、本当にね。ということで、それからあずきさんでございますが、カズラジ、宮崎夕方バージョン、夜中に撮ってないからね、最近はもう
その時間寝てるけど、トーマツ投手は8時に寝てるそうですからね、僕は10時半から11時ぐらいにはもう床に入るようにはしております。いつもと違った雰囲気ということで、夕方バージョンはね、2月はこの雰囲気を楽しみにたいです。ということ。しかしもう6日ですか、この調子だとあっという間に宮崎での2月も終わりそうですねって、もういつもあっという間に、先を見れば長いんだけども、振り返れば短いという人間の感覚ですね。なんとなく大前さん自身は数チューブを見返していないだろうなと思っていたのですが、見るわけないじゃん。やはりその通りでしたか。これからも数チューブの大前さんは本当の大前さんではないことを肝に銘じて主張しないと、と思います。してね、本当にね。今日の、そういえば、YouTube で思い出したけど、今日ね、もう久しぶりよ。久しぶりに、バファローズタウンという、屋台が出てるところに行ったのね、速見スタジアムの。で、そこで、榊原翼くんのお店の前を通ったら、ちょうど向こうから、バラくんが僕を見つけてくれて、お前さんって声をかけてくれて、そこで、じゃあなんかせっかくだから買うよ、っつったら、いや、もう売り切れてありませんっていうことで、すごい人気だよ、日南水産っていうお店ね。バラくん今ね、そこで働きながら修行して、いずれはね、お店も出せればいいなっていう話もしていたんだけどもね。いいですね。まだね、全然若々しくて、榊原翼ね、その辺のグラウンド行って一緒にやってきたらできそうだねっていう話したら、いや、もう全然無理ですっていう話をしていましたけど、元気そうでした。で、榊原くんがね、YouTube 始めたんだよ、バラチャンネルっていうね。もしよかったらみんな見てあげてくださいよ。カズラジより絶対面白いんで。そんな感じですね。そんなこんなで、日にちは過ぎていくということでございますわね、ほんまに。ということで、今夜も最後までご視聴本当にありがとうございました。もうだいぶ暗くなってきました。今ちょうど6時です。6時。本来ならばもうちょっと6時まで明るいんだけど、宮崎は。今日曇ってきまして、4時半ぐらいから雲が出てきて、それまでは日が照っていたんだけどもね、そんな感じでございます。というわけで、今日は実はね、プレスの懇親会があるんだ。放送、新聞、出版関係のね、それに行ってまいります。そんな感じで、今回も最後までご視聴本当にありがとうございました。まだまだ大前の宮崎生活は続きますけれどもね。はい。そう、榎本君夫さんがね、神奈川でしょ、横須賀かな、でね、関東の雪で、飛行機飛ぶかどうか心配されていたんだけれども、飛んでということで、今日みんなって明日帰られるということなんでね、今日明日なんとか雨も降らずに良かったなと思っております。今回も最後までご視聴本当にありがとうございました。誰も見てないと思うけど、ステッカー、またリクエストしてくださればまだあります。じゃあまた、オリフォーのステッカー、キャッチフレーズステッカーですね、ということで、今回も最後までご視聴本当にありがとうございました。宮崎のホテルから1ヶ月ホテル住まい、羨ましいかい？やってみな。じゃあね。